はい、それではギア紹介を早速していきたいと思います。はい、まずはワットノットの蓋ですね、はい、こちらはフリーダムガレージさんというところで購入して、ワットノットさんのこれにね形状に合うように作られている蓋ですね。ぴったりなんだよね。ぴったりです、うん、はい、で次にこれはキャプテンスタックのベンチシートだね。ベンチシート、子供たちが3人姉妹なので、うん、こちらに座れるように買いましたが、あまり座ってないという。そうだね、実際はね、はい、うん、フラフラしてますね、はい、次にバリスティックさんの、僕らはゴミ箱として使ってます、うん、折りたたみコンテナですね、はい、折りたたみコンテナで、こちらは、後情報なんですけれども、このバリスティックさんのロゴが入ってないやつはすごく安く買えるそうなので、なんかステッカーとか貼ってね、楽しんでもいいかなと思います。あ、そうだね、確かにね、はい、うんうん、ただゴミが見えなくなるっていうのはすごく、キャンプがねよりかっこよく見えると思うんで、う、うん、全体がね締まりますね、はいはい、次にロゴスのミニテーブル、そう、ローテーブルかな、はい、ローテーブル、うん、はい、これもね便利なんだよね、ちょうどいい高さ、30% オフになってたんです、ね、そう、買いました、お買い得でした、はい、で次がこちらソーラボさんというところ、栃木の鹿沼にあるお店ですね、うんうん、の、何でも上に乗せられて、ローテーブルが小さいからね、そう、ちょっと段差があると便利なんだよね、いろいろ物が置けるようになるの で、うん、で下にあるのがデバイスワークスさんっていう、神奈川にあるお店の三脚、はい、本当は多分これライトをやるようにあるんですけど、うん、こうやってやるとねちょっと上も下も使えて、そうなんだよね、うん、狭いテーブルにはぴったりだよね、はい、では次ですね、次に、はい、どうぞお願いします。あ、これね、私がいつも組み立ててるワークマンのちっちゃいテーブル、これに大好き、さあ何がぴったりでしょう。はい、タフマルくんがぴったりなんですね。タフマルはね、で置いてそれをねこっちのさっきのソーラボさんのところに置けたりとかっていう、そう、作った料理をそのままテーブルに置けるっていうので便利。はい、次はねこのティッシュケース、ティッシュケースですね。これ T プラスターさんっていう、ちょっとね付き合いがある、すごくねおしゃれなね木材を使ったインテリアの、うん、家具とか作ったりね、はい、お店のおしゃれさんでした、はい、次にキャプテンスタック、これは私たちの椅子が一つずつ椅子が一つずつね、これリクライニングが効くからね、まあ、そう、星見るときとかね、うん、こう後ろにね倒せたりする、そうなの、そうなの、夜ねちょっとねカツカツってなるリクライニングさせるとき、ね、ポイントとしてはちょっとね倒れやすい、子供が座ったりするとね後ろに倒れやすいとかあるけど、あの椅子とねチェアとか合わせるとね、うん、そのキャンプの統一感が出るので、うん、すごくおすすめです。そう、はい、しっかり折りたためてね。次にホリデーインズマウンテン、そう、私たちの旗揚げのね、旗揚げ大事な大事な、はい、今や大事に思ってますけど、きっとねこれはあの衝動買いをしたものだったんで買った時はこう使うとは思ってなかったね、思ってなかったけどすごいハマっております。次にフィールドセブン、はい、私たちのお車のね代名詞ですね、はい、はい、お世話になっております、はい、兵庫にあるお店ですね、うん、はい、次にトリパースプロダクトのカヤリという蚊取り線香を入れる豚ちゃんでございます。そう、中にはね最近は森林香をね愛用してましたね、はい、森林香の方がね虫来ないね、うん、全然来ないね、うん、はい、次にオルカ、オルカ、オルカ、シャチの尻尾でねクラーボックスです、ね、はい、こちらは、僕がクジラが好きというね、シャチが好きなわけではないんですけど、うん、クジラさんね、はい、で、うん、アメリカの国旗とグラインドロッチさんのステッカー貼って遊んでおります。でこちらがやっちゃった、ね、当たっちゃったやっちゃったスープですねでも結構使っててね、使ってますね、便利だね、焚き火する時に僕が座る超お気に入りの、ちょっとね黒いギア統一だったんで少しね差し色が入ってね可愛い、うん、超気に入ってますが、うんうん、徐々に擦れていくのがちょっと心苦しいです、ね、うん、次にうわ来たね、グリップスワニーの焚き火台ですねこれ一番最初の方に買ったね、うん、もうこれはもう本当最初やったね、2回目ぐらいに買って、うん、今回鉄板をね鉄板使ったっていう、これが便利なんだよね、便利なんです、これね、あのグリップスワニーさんからも出てたんだけど全然買えないんで、メルカリで売ってたんで、あの、うん、違う、もっと安いのがあるんで、グリップスワニーの焚き火台持ってる方はおすすめ、うん、あ、これはデバイスワークスさんのねデバイスワークスさんのね、うん、こうやって吊り下げられる、吊り下げられる、はい、調味料とか、スパイス、そう、スパイススタンドって書いてあるかな、スパイススタンドですね、うん、はい、で打ってどこにでも置けるというのはね、そう、だから結構こうライトもね
照らしたい場所にどこにでも打てるのは便利。いいですね。安定の焼き芋、はい、おからのなんだっけこれ、ザリーザリというなんだっけこれ、山賊さんの、あ山賊、そう山賊、うん、山賊山賊さんのだよね、はい、かっこよくて、うん、先端がねかっこよくて全然ピント合ってないんですけどそうだね、持ってって言われてるね、はい、持って、はい、そうこれかっこいいんですよね、これでね、こう、うん、炭とかね木をね、薪をこう動かして、でこれがねココペリさんの、うん、なんていうやつか忘れちゃったんですけど、天使ちゃんです、天使ちゃんですね、これは妖精か妖精さんだよ、ね、これがねこれをやることによって、うん、これ犬のね、そう、ママのリードを、会長のリードをね、そうどこにでもつける、でこれがこれもねトリパスプロダクトの今年限定鍋式ですね、虎年、うん、ですからね、でこれがベアボーン、明るいんだよね、充電式で便利だよね、便利です、おしゃれです、そうそうそう、オイルランタンとか結構1日つける分にはねなくならないね、充電がね、次に何かを取り出してますね、 GoPro につけてます、 GoPro じゃない、ゴールゼロゴールゼロにつけたマナーズグリーンという私のお店とソーラボさんの超限定50個限定のブラックブルーのコラボ の, のコラボのものですね、買いたくても買えませんが、違うのは買えるんで、ソーラボさんぜひ見てください、うん、他もおしゃれだよね、かっこいい、これねアクリル板がね青くね絶妙に光るんで、そう夜はねこれがまたね映えるんですね、はい、で次にネイチャートーンズ、ネイチャートーンさんの、これはキッチンのラックかな、ラックっていうのかな、これバーカウンターっていうので買ってるんですけど、キッチンでね、で木の模様になってて、まあもういかにも観葉と観葉植物ユーチューバー夫婦としてはもうたまらない場所になっております。確かに、ね、木の上に赤べつってるからね、はい、あこれは層のハンマーですね、はい、これも山賊さん、山賊さんですね、うん、あやばい、ちょっとボサボサなクルちゃんが朝一撮影のちょっとね、そこはねオフレコで、はい、で山賊後ろね、ちょっと重たいっていうのがあれだけど、ね、でも打ちやすいよね、打ちやすいですね、うわ、うん、光ってる、おそう飛んでくのか、プシューンって行きませんでしたけども、すごいあのかお、あそうそうそう、ガチな顔してみたちょっと、ね、そうそうそう、はい、楽しく撮影してますね、はい、撮影してますね、はい、ね、いつも仲良しI love you、 Oh me too Thank you、 はい次ですね、 What not、 あうちの娘が師匠と、師匠、師匠がね、はい、一緒に紹介してくれる、これ What not のコンテナでね、これ、うん、ブラック系は結構買えなくてね、買えないね、そうどのぐらいで買えた、3ヶ月ぐらいしか買えたんだよね、そう、うん、売ってる時にねこの日販売しますよ、はい、ってこれが下にあるのが椅子、椅子で、うん、椅子ですね、コンパクトな椅子、これはね便利だから増やそうと思ってる、で、はい、このワットノートさんの横にねいっぱいぶら下げられるから、カラビナがね、うん、いろんなものをつけて、そのパッと取り出したい時にね取り出せるものをここにつけて、救急ボックスもねしっかりとつけていますよ、子供のことを考えてるクルちゃんです、そうですよ、はい、はい、で次にお乳です、お乳、これがなんだっけ、トイモップさんのかな、トイモップ、うん、うん、はい、ああ子供たちがね自由に遊んでてくれるというね、そうこれは最高です、ほら乗りました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 、ね、はい、これね100キロまで行けるって言ってたから3人は余裕で、余裕だね、うんうん、大人と子供ぐらいだったら ね一緒に乗れるね、クルちゃん一人だとちょっとやばい、うん、余裕かな、余裕です、ね、2人行けちゃうかこういう風にね、うん、遊んでてくれるから、そうなの、そうなの、はい、であんまりこう横転することはなくてね、はい、俺したねその日ねそうねそうねあの重心をねかけ間違えると倒れるかな、はい、うん、次にこのフィールドセブンのハイエースについてるライノラック、もうこれに惚れたようなもんですね、バットウィングですね、これがねいいんですよね、3分ぐらいでね、そうできちゃう、私もね、私だけでもできちゃう、できちゃう、今度やってみましょうね、1人で3分、うん、5分、あれ5分とか言います、うん、5分、5分って言ってますね、5分って言ってます、このボサボサババアを5分と言っております失礼だよいいね、自分で言ってるからボサボサお姉ちゃんそうですね、5分です、5分で、5分です、分かった、5分です、分かりました、はい、はい、はい、で、5分でできて、ここのね、雨もね、避けられるし、うん、もう常にね、ね、乗せたまま、そうそうそう、はい、次に、これも山賊、これ山賊の S ですね、フック、うん、でこれ100均だよね、そうこれ100均の LED 意外と使える、でこれがカトリー線香かぶりますね、うん、おしゃべりが、はい、ね、カトリー線香のワットノットさんのカトリー線香、これね即売れするブラックが特に売れちゃうんですけど、うん、これね今でもねブラックは全然買えないみたいで、うんうん、ね、一目惚れしててね買いたくてね、もう即ポチだよね、じゃあもう夏に限らず今
あるなら買っといた方がいいね。あるなら買っといた方がいいですね。なるほど。しかも1980円ぐらいなんでね。そう、安いんで。そう、そんなに画面が乱れておりますね。乱れておりますが、はいはい、今会話をお楽しみいただいて、こんな感じでね、やってますよ私たちっていうのをね、全体をね、はい、うんうんうん、ブラックギアで統一しつつね、ちょっと木を入れたりしてね、木をね、うん、もうちょいね、ちょっとブラックからテーブルをね、木っぽくしたりっていう考えはしてるんですけど、ね、テーブルが狭いねっていう話をね、前からしてるからね、はい、で次反対側に行きまして、はい、三脚じゃねえや、脚立がついてます、うんうん、でここね、上のさっきのバッドウィングが見れて、上でねこう星を眺めたり、うん、ね、誰も気にしないで一番高いところに座れて見れるっていうのはね、このね、ちょっとハイエースの上っていうだけで結構高いんですね。高いんですよ、うん、2メーターちょいかな、ライノラーク、うん、はい、降りますね、はい、降ります、降ります、はい、画面の揺れはお許しください。はい、そんな感じでね、私たちのバンとフィールドセブン、まあ、ここら辺の改造はね、他の動画、そうだね、気になる方は見ていただいて、内装の方はね、やっているのでね、もっと変えたいところもいっぱいあるしね、これからね、はい、うんうんうん、はい、そんなところで今回のご紹介もそろそろ終わりのお時間になりまして、そうですね、次女のさよならで終わりにしたいと思います。そうですね、はい、はい、ではこれいいなと思ったものがあったらぜひコメントにて教えてください、教えてください、概要欄にリンクも貼っておきます。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。